スマートウォッチを使いまして、作業員の安全管理ができないか、そういうことを検証しております。可視化をして作業との関連性を見ている、そういう研究を行っております。この実験は、シャボン玉石鹸と九州電力のグループ会社、キューソルが共同で取り組んでいます。石鹸を作る作業員がスマートウォッチをつけ、心拍数や勤務時間を共有。管理者が危険を感じると、アラームで本人に伝えられます。石鹸の製造現場では、夏場は室温が45度を超えます。このため、作業環境を目に見えるようにし、熱中症などの労働災害を防ぎたいとしています。まずは安全性ですね。そこの安全性の確保、そこはまず第一になります。で、その後に生産性とか品質とか、そういう分析に結びつけていけたらいいなというふうに思っております。